大津戦艦車祭は、京阪電気鉄道が、西木折車庫で開催する、鉄道利用者向けのイベントである。大津戦艦車祭2012の入り口2003年に、第1回が、京阪石山坂本線大見神宮前駅に、隣接する西木折車庫で開催された。第1回は、京阪本線のエ川車庫で開催された、ファミリーレールフェアと同時開催となっていたが、 2004年開催の第2回からは開催日を分離して開催されるようになった。ファミリーレールフェア同様、鉄道ファン向けではなく、家族連れや子供にも楽しめるイベントである。鉄道を利用する沿線住民へのサービスと宣伝活動の一つとして無料で行われている。2008年のみ、ファミリーレールフェアが開かたパークでの開催に変更されたが、オーツ艦車祭は従来通り、 西木織車庫で開催された。2013年は台風18号の土砂災害の影響で開催が中止された。現在は京阪グループのオール京阪サンクスフェストの一環として開催されている。毎年1回1日限りである。当初は鉄道の非関連のイベントとして10月に行われたが2007年以降は11月3日に開催されている。その他、 ありがとうございます。